見事ルナクレア号でエアドゥ賞第7回日高総カップを制しました田中淳二調教師にお話をお伺いします。おめでとうございます。ありがとうございました。まずは今のお気持ちお聞かせください。素直に嬉しいです、はい、なかなか重賞に手が届かなかったのかなという印象ありますけど、ここまでのこの馬に対しての印象というのは田中調教師はどのように思っていますか？そうですね、本当、普段からそんなレースに行って真面目に走ってくれる方じゃないんで、だから今年もね、中1でずっと使わせての、競馬だったんですけど、よく勝ってくれました。なかなか、真面目に走らないということでしたけど、どうですかね、年齢重ねてそのあたり多少こう改善なんとか見られてるとかあるんですか？そうですね、そんなに変わったところは、ないんですけど、去年よりね、筋量もちょっと重くなってるんで、本当は使うかどうかもちょっと迷ってたんですけど、オーナーが使ってくれっていうことで使わせていただいたんですけど、状態面など今日はいかがでしたか？本当ね、状態はね、本当いつも、調教も動く馬ですし、開幕も旺盛ですから、本当すごい状態はいつもいい状態でキープしている馬なんですよね。また、今回はね、ずっとここ2000円は小野風馬が乗ってますけど、岩橋も、普段からずっと調教つけてくれて、いいサポートしてくれたおかげで勝てたと思います。今日はレースどのようにご覧になってましたか？そんなね、人気を背負ってる馬でもないし、気楽にね、プーマには、前目につけてくれっていうことだけ、伝えたんですけど、うまく内側に潜り込んで外枠ながら、馬に乗ってくれたと思います。今日内回りこの馬3戦目でしたけど、そのあたりの適性などいかがですか？そんな適性ある方じゃないと思うんですけどね、そんな小足のタイプじゃないですし、本当展開に恵まれたのもあったと思います。ちなみに距離などはいかがですか？今日は1600でしたけど。そうですね、血統背景からやっぱりマイルぐらいまでが一番いいのかなと思うんですけど、ちょっとこの後はちょっとわからないですね。それはこの後というのはノースクリーンカップは、そうですね、ノースクリーンカップとかありますけど、ちょっとまたその辺もオーナーと相談して決めたいと思います。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。ルナクレア、勝たせていただきました。また今度の重賞に出る機会がありましたら応援の方よろしくお願いいたします。田中淳二調教師でした。ありがとうございました。ありがとうございました。